マリウシュ・フィルステンベルクは、ポーランドワールシャワ出身の男子プロテニス選手。ダブルスのスペシャリストとしてよく知られ、主に同じポーランドのマルチン・マトコフスキとの、ダブルスのみに活動を絞っていたが2014年末で、コンビを解消している。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで18勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス317位、ダブルス6位。 身長190センチメートル、体重80キログラム、左利きの選手。赤土のクレーコートを最も得意にした。フィルステンベルクは7歳からテニスを始めたが、その2年後に、ポーランドの共産主義が崩壊した。1999年8月に初めて、ポーランド国内開催のチャレンジャー大会に参加し、最初期からダブルスの分野で才能を発揮し始める。 2001年からプロテニス選手となり、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップポーランド代表選手に選ばれた。最初はいろいろな選手とのコンビネーションを試していたが、2002年夏頃からほとんどの試合でマルチン・マトコフスキとペアを組むようになった。2003年7月の地元のオレンジワルシャワーオープンダブルスでマトコフスキと組んで、 ツアー初優勝を果たす。2004年アテネ五輪のポーランド代表選手に選ばれたフィルステンベルクとマトコフスキは男子ダブルス1回戦でスイスのイブアレグロ、ロジャー・フェデラー組に3から6、2から6で敗退した。M ・マトコフスキと M ・フィルステンベルクフィルステンベルクとマトコフスキは2006年全豪オープンで初めての4大大,大会ベスト4に進出した。 準決勝で、マルティンダム、リンダーパエス組に2から6、4から6のストレートで敗れた。これで勢いづいた二人は、年間最終ランキング上位8組しか、出場資格を得られない、シュツアー年間最終戦テニスマスターズ、カップダブルスにも初めて出場資格を得た。ポーランド人同士のペアとしては、史上初の快挙となった年間最終戦の舞台で、二人は、 予選ラウンドロビンで参戦全敗に終わった。2007年、フィルステンベルクとマトコフスキは、男子ツアー大会のダブルスで、年間2勝を挙げたが、テニスマスターズカップには出場できなかった。2008年は、北京五輪で2度目のオリンピックに出場し、2年ぶり2度目の、テニスマスターズカップ出場資格も獲得して、予選ラウンドロビンで二勝を挙げた。こうして二人は、 初めてのマスターズカップ準決勝に進み、ブライアン兄弟に4から6、4から6で敗れた。2011年全米オープンで4大大会のダブルスで初めて決勝に進出した。決勝では、ユルゲン・メルツァー、フィリップ・ペッシュナー組・グミニに6、26で敗れ準優勝となった。最終戦の ATP ワールドツアーファイナルでも決勝に進出し、マックス・ミルヌイ、 ダニエル・ネスターグミニ57、36で敗れた。フィルステンベルクとマトコフスキのコンビは、デビスカップポーランド代表選手として、同一ペアのダブルス勝利数歴代1位になった。フィルステンベルクは、普段からシングルスにはほとんど出場せず、四大大会の男子シングルスには一度も、出場記録がない。ATP ツアーでのシングルス通算成績は、わずか5勝9敗である。 フィルステンベルクは2017年2月のソフィアオープンが最後の出場になり9月に現役引退を発表した。ありがとうございます。